こんにちはおうちでコルドンブルーのお菓子教室ひすなずた大下香里です、えー、前回に引き続きパン屋を辞める決心をしたところからお話しします、えー、パン屋を辞めると決めてからこれからあどうやって生きていこうかとまた再び、えー、振り足に戻って考えるわけです、えー、子供を私の満足のいくように育てることができて 私のししたたいい仕事をしたいどうやったら両立できるんだろうかと頭をひねりますそんな時に、えー、思いついたのが自分の家で、えー、パンやお菓子の教室を開くことでした、えー、そのためにはどっか学校に行かなければならないと思い、えー、辻町とコルドンブルーと2つ、えー、見学に行ってお話を聞くことにしました 辻町に期待したことはその卒業した後にどこか紹介していただいて、えー、就職することができるかなと思ったんですけども378歳の私はもう年齢的に紹介することは無理だというふうに言われましたそうなった時にやっぱりコルドンブルーのーブランド力とあと人とのつながりう 一流の技術力と感性を磨ける場,と場所として、コルドンブルーに期待しました。もう私にはここしか残っていない、この選択肢がないんだと思って、大枚をはたいて、投資する決断をするわけです。この続きはまた次の動画で、お付き合いありがとうございます。